どうも、FFB おじさんです。時を超えた約束ね。17日に追加された、友との誓い。そして、見つけ出したロマン。こちらですね。やっていきたいと思います。友との誓いは、全部クリアすると、クエストクリアの報酬はないのか。特別報酬で、クエスト、達成報酬、ミッション達成報酬でレア召喚チケットと毒無効アビリティが手に入ると。見つけ出したロマンの方ではレア召喚チケット2枚とトラモグ星5が手に入ると。なるほどね。頑張ってみますか。ちょっと初見なんでね、なんとも言えないんですが。エリア内の全ステージクリアで100ラピスか。アイテム使用せずクリア、リミットバーストをいきなり2回以上か。いけるかな。カーバンクルを召喚してクリア、持ってねえし。もう取れないのが何個かありますね。まあ、それはもうしょうがないな。ゴー！ゴー、パピー！さて、ストーリー見ていきたいと思います。原因。ゴッゴッ、ルネラ。二人で見届けると約束したのに。ラグレスは今日も勤勉に働いてるよ。今は木の周りを準備、整備中だ。そばにいて寄り添うよりも最後まであがくのがドワーフ流なのだろうな。最近は地下の植木の周辺から悪しき者の気配がする。私が病でなければ、せめてラグレスの力になれたかもしれないのに。地響き。うわぁ、結構長めですな。よし、行くぜい。アイテムを使用せずにクリア。まあ、最初なんでね、いけるとは思うんですけどね。リミットバースト2回以上使用するが、いけるかどうか。溜まるかどうかね、それが。まあ多分、俺が知らないだけで、こういう時の、貯める方法みたいのもあるんだろうけどね。わざと一体ずつ狙うとかかな。とりあえずオルランドが溜まって、アティリスとバンも溜まったね。オッケー。じゃあこれで2回以上使用するはできるね。セレスティアルホワイトと、剣、ん？全剣技、雷神。もう5個しかねえや。全部使います。白魔法を使用せずクリア。風属性で敵にダメージを与える。よし、ここはエアロブラスト。まあ、ここぐらいだったら多分使わないだろうな。回復魔法。まあ、回復魔法なんて使わないけどね、そもそも。回復特技みたいなのだよね。使うのは。ティリスは特技みたいな感じですからね。
オッケー。苦悩。あと少しならここであの花を枯れさせるわけにはいかないラリ。最近は地鳴りが増えたラリ。地下を移動する魔物ラリ。地上の正気を拒んで魔物が地下に入り込んでるラリ。それに人間の侵略も現れているラリ。エルフの大切な宝がみんな奪われてしまうラリ。リミットバースト2回以上、光属性で3回以上敵にダメージを与える。バニッシュあったかな。ホーリーがあるか。ホーリーとシャインウェーブ使えばこれで2回になるでしょ。あとリミットバースト2回以上使用だっけ。光の戦士の MP がなくなっちまうな、このままだと。プリズムヒール。おお、残るね。結構残るね。かなり シャドウ。ヒートブラストあたりが来やすいんじゃないかな。特に効きやすいとかなさそうだ。弱点ではなかった。ボスのこと考えてちょっと MP を温存しよう。
プリズムヒール。まあいい感じですね。ヒリスのね、MP 回復が、いい感じで発動してるんでね。ラリ？おお恐竜出た。ウランに近づけるわけにはいかないラリ。食い止めるラリ。私を呼んだか。無茶ラリ。もうブランは戦える体じゃないのラリ。それはどうかな。我らエルフの民には同胞以外で唯一の友がいるのだ。その光は幻獣。いでよ、ラクシュミ。我と我が友を守れ。ははすげえな。回復魔法を使用せずにクリア。アレクトサウルスをリミットバーストでフィニッシュ。ちょっと様子見ないとな。多分ワンパンはできないだろう。オッケー。エリアブラスト強化できていればもっと楽だったね。結構食らってんな。で、ボス。アレクトロサウルス。まぁ、ちょっと様子見ながらだな。セレスティアライト。あ、全然効かない。神速魔。ファイガ、ファイガ。アーマー、イレーサー。アームズイレーサーだから、先にしよっか。
ょ、これじゃあ全然だよ。うわあ、一発でやられた。なんだって。生命神の祝福。全然関係なかった。白魔法がダメなんだから、プロテガとシェルガは大丈夫。うわあ、飲み込む強すぎる。飲み込む即死なんだけど。ワームズイレーサーとかもう全く無視してやってくる感じはもう怖いね。どうするかな。もうちょっと削って安全ラインまで行きたいよな。どうすっかな。オルランドゥはスキル使わない方がいいかもしれないな。あ、難しい。またあぶねえ。あぶねえ。これでとどめだ。怖っ。何これ。高難易度クエストっていうか、なんかビビらせクエストだよね、ほんと。ティリス連れてきてれば、まあ、しかもたまたまティリス殺されなかったからよかったけどね。ティリス壊されてたらもう、これ回復魔法使わざるを得なかったよね。ちょっと長めなのかな。楽趣味も私一人ではなかなか本領発揮できんか。すまんな楽趣味、泣かないでくれ。魔物を倒したらに、すぐ城で治療をするらに。もう手遅れなのらに。約束を果たせなそうだ。お前に託したい。未来のこと。まだエルフの歌を聴いてないのらに。未来を語る歌だったな。風の声を聞いて即興で歌うものだ。戦火を避けたその報い、大いなる災厄に流れし、エルフの民は嘆きけり、濁りし正気の風により、同胞の生命は絶たれ、孤独の淵に落ちるとも、何時絶望するなかれ、友はされども魂は去らず、記憶を胸に抱ければ、何時絶望するなかれ、去りゆく者の願いは一つ、友の幸福、それのみよ。去れるエルフは風となり、何時を永久に見守ら。美しい歌らり。お前の下手なエルフ文字で書き残されるのなら、それさえも嬉しいよ。言ってしまうらり。すまないな。妻に会う。いな。妻と共に風に帰り、自然の一部となる。ラグルス、ありがとう。ブラン、ありがとうラリ。ゆっくり眠るラリ。
この地下城そのものを目標にするなり。ブランはルネラを永遠に愛す。ええ話や。いやまあクリアできてよかったね。カーバングルを使う以外は達成できましたね。で、登場するが見つけ出したロマン。はい。こちらの方はね、次回やっていきたいと思います。では、ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。